藤波、リバティアイランドに単勝30枚や、結果。藤波、コントロール悪いので、いろいろ馬券買っても当たらないので直球1本で。藤波慎太郎リバティアイランドに直球勝負の30万円。俺らで言うところの6000円ぐらいか。3球くらいで元取れるやろ。コントロール悪すぎてイクイノックスに入れようとして一つ UE の枠に外れたらしい。さあ結果は30万、一瞬で消える。イクイノックスに逆らうなよ富士。逆張りジーミンの末路。メジャーリーガーからすりゃチロルチョコ買うくらいやろ。藤波にはアスレチックスから強奪した6億があるんだが、何ジーミンの3円くらいの感覚や。こういうのでいいんだよ。これには岡田監督も苦笑い。藤波一瞬で30万とかしたの申し訳ないけど笑った。藤波ホームラン被弾で草。初めて買う人みたいな買い方で豪遊してて草。